どっちみちね、入っていただくわけだから、神様ね、今日、スサノオ、日本最強の、日本最強の神様だからね、そちらは正しい。持ち金で、スサノオが妹ということです。じゃあ、秋葉さんの方がね、うちの祭りなんです。うちの友情バージョンのね、お神様バージョンね、の祭りなんです。で、だから、お神、まあ、どっちどうでしょう。お神の、スサノオさんは、その、お祭りの後、そこに入っていくわけです。そして、期待値するわけです。こっちが期待値するわけです。こちらね。つまり、人体するわけですからね、今日はね。で、あと、そうね。結局、その、柳神様のお祭りなんですけど、それはまた後でちょっと説明するけどね。そう、お祭りの時は、下着じゃないかな、ね。髪の毛ちゃんが着るからね。ね、その、これが下着です。まあ、日本調って言わせていいんじゃないかしら。これはね、東アジア調っていうと一番ぴったりかな。ね、柳神様っていうのはもともと遊女たちが、お参りに来たとも、すぐ近所の神社にも行けなかった。それで諸君たちが、気の毒があって、よし、じゃあ、神主に来てもらおうと。その、言い訳を考えて、言い訳、口実をね。それが、職人が忙しいから、その、神社お参りできへんと。ほんまにも連日、陶磁器を作って大変だと。ね、あ、今、ジビ掘ってるんですよ。で、だから、神様に来てもらおうと。で、屋根神っていうのが発生した。職人さんたち。で、まあ、そんなことをとぼけながら、職人たちはね、ああ、職人も忙しいから、屋根神を作って、もう神様に来てもらってもらわないと。大阪弁だけ飲む気になった。で、遊女の方々も作ってあげましょうかって。じゃあ来てくれはんのちゃいますかって。神様やし、その神棚が外にあったら、ああって。じゃあ、ここも、入っとこうか、って、気合うでしょう、ほんまでっか、その、よろしくさ、お願いしますよ、って、屋根神、っていう文化が、始まった。始めが、友情だらけだった、っていう、証拠はないな、これ。